皆さんこんにちはコンドルズの石渕です、えー、この度はですね、あのー、ラインキューブ渋谷での舞台、無事、なんとか終えることができました。ご来場くださった皆様、また温かく見守ってくださった皆様、本当にありがとうございました。えー、今回はですね、もちろんご来場くださったお客様に最大の感謝です。僕は今回は、えー、それに加えてですね、あのー、本当、制作部、 あの感染対策から何から細かく気を使って動いてくださった、えー、政策部のねまあ勝山をはじめそのほかあの表には出ない裏でいろいろ動いてくださった政策部の皆さん、えー、スタッフの皆さんも合わせてあの自分たちと一緒に舞台を作ってくれた仲間たちにも感謝ですありがとうございましたもう本当久々のあのまあ生の舞台と言いますかお客様の前にあの自分 あるいは自分たちのねあの姿を出す舞台だったので、もう本当にねあの緊張してましたね。もう本当心拍数がですね、もう160、190ぐらい行ったと思いますよ。もうあの音楽がかかって踊り出す音楽がかかった時に幕を持ってるんですけどね。あの一番あの最前列の4人が幕を落とすんですよ。でその時にですね、あの手が震えましたもん。もう。 もう何年舞台やってるんだって感じですよね。でも本当緊張しました。あのー、楽しかったです。はい。そうですね。カーテンコールはですね。まあもちろん演技が終わった後のまあ安堵感とね。あのー、あとはやっぱり皆さんがですねもう本当に心からのあのー、拍手をねあのー、私たちに一生懸命していただいて。 まあそれに対して私たちも,あ、まあ、私もねもう本当にやっぱり人としてて涙が出てくるわけでで、すよね。でやっぱり帆を伝う涙がですねこの会場の一つの風景をねあの暴爆としたねこの漫然とした風景に変えてそしてマスクをしている皆様の一人一人のねお顔その向こう側にねあの、もう最高の逆に僕から皆さんへのブラボーです。 もうよくよくぞこんな時に私たちを見てくださいました最高でしたありがとうございました